アルミ削り出しイヤホンジャック、これ以前も紹介したんですけど大人気。うん、これかっこいいでしょ。なんか3個セットのやつでしたよね。あれ5個、5個か、5個セットで昔は販売してたんですけど、なんと単体販売が開始されました。おお、あのね、開始されたというか5個販売っていうのをやめたみたいです。5個セットっていろんな色があるでしょ、うん、じゃなくてもうこの色が欲しいっていう人があまりにも多くて、うんうん、単体販売したそうです。カラーもたくさん増えました。じゃーん、こっちにいっぱいあるんですけど、いっぱいある。まずね、このアルミのこの、イヤホンジャックの特徴としてワンポイントでかっこいいっていうのがまず一番あります。そうです、うん、かっこいいケースしてても全然合うし、またねケース したくないっていう人でもね普通に合うんだよね。こうやってかっこいい、うん、この赤とか黒アイフォンにすごい合うよね。なんかチラッと見えたらかっこいいじゃん普通に。何ついてるんだろうって思うし違和感もないね。でまたこれね、ただおしゃれをするだけじゃなくて、このイヤホンジャックの部分にゴミが入らなくなるんですね。なるほど、なるほど。水とか入るとやっぱり故障の原因とかにもなるでしょ、うん、そういうのを防ぐ役割もあります。はい、でね、新色がね本当にたくさん出てて見えるかな。ちょっとじゃあ一個一個紹介していきますね。はい、こちらグレーもうね、たくさんあるんでね、いろいろちょっと試したいんですけど、あの記事の方見てください。記事では全部紹介しました。こちらブルー、ブルーいい、これいいね、うん、これさ白 iPhone とかにも合いそうだよね。ちょっとつけてみようか。これほらおしゃれ、これがブルーです。いいね、このね、なんか装着する時のねシャリっていうねちょっとした音がねまた僕は好きですよ。アルミのものを使ってるっていう感じがねするんですよ。続いてシャンパンゴールド、シャンパンゴールド、これねちょっとブラウンっぽいんですけど、これはゴールドです。シャンパンゴールド、はい、次じゃん、これ女の人嬉しいんじゃない、うん、これも新色だそうです。ピンク、かわいいね、かわいい、おしゃれです。続いてこちらブラック、ブラック、黒 iPhone とかねもう渋くかっこよく決めたいという人はブラックでね、なんか似てる色でわかんないんだけど、こちらネイビーちょっと違いわかんない、わかんないです、ちょっとね。だからあのつけてるケースによって付け替えるっていうのもいいかもね、うん、例えばネイビーっぽい色、うん、紺っぽい色の人はこれをつけて、ブラックの人っていうのはこれをつける、うん、なんかそういう感じで使います。続いてパープル、こちらゴールド、ゴールド、パープル、ゴールド、結構紫好きな女の人とか多いよね。多いです。ていうか紫の子ね、やっぱ雅に見える、エレガント、紫、紫、このね、ゴールドもかっこいいですね。なんかオレンジっぽいゴールドですね。はい、でオレンジっぽいゴールドっつったらオレンジが出てくるっていうオレンジ、オレンジ、はい、で、続いてライトグリーン、ライトグリーン、まあライトグリーン、まあグリーンですね、グリーン、ライトグリーン、この色も好きですね。この色も綺麗ですね。これも白黒両方合うんじゃないかな、うんうん、なんか合いそうだよね、うん、で、最後に紹介するのがこちら、シルバー。あの、アルミのさフレームとかあるでしょ、はい、で、あれで一番人気カラーってシルバーなんですよ。へぇ、うん、で、それと一緒に合わせるんだったらやっぱりこのシルバーかなと、うんうん、まあもちろんシルバーのフレームに対して赤とかでも全然いいと思いますし、うん、お好きな色を選んでみてくださいという商品です。でもさ、やっぱ電話しててこうやってチラッと見たらかっこいいよね。てか、それやっぱフレームとかバンパーとかで組み合わせると最高にかっこいいですね。ヤクさん何色が好き？水色かライトグリーン、うん、私はね赤かな。じゃあチェックしてみてください。はい、バイバイ。